はい、どうも、バドミントンスキルアップスクール西島です。ご視聴ありがとうございます。本日はですね、ハイクリアの、ちょっと中級者とか上級者向けの、練習をしていきたいと思います。ハイクリア、使って返すだけだとね、結構できるレベルになってくるとですね、今度はクリアを使って相手を崩すとか追い込むとかっていうプレーをしていくことが必要になってきます。なので、ハイクリアのための作り方であったりとか、クリアのね、フェイントというか効かせ方っていうのを、本日はやっていきたいと思います。高評価、チャンネル登録の方、まだの方よろしくお願いします。はい、それではやっていきたいと思います。まず、通常のハイクリア、皆さんが基礎打ちの中でやっている、ハイクリアであったりとか、これまでのスキルアップスクールの中で説明したハイクリアをまずやっていきたいと思います。今のが、過去にスキルアップスクールの動画で上げているフォーム作りであったりとか、ラウンド後ろの下がり方であったりとかっていうのを、全部まとめた打ち方になります。まだ、そのね、フォーム作りであったりとか、後ろのフットワーク、ね、ラウンドの入り方、後ろのフットワークをまだ見てない方はですね、過去の動画、もし貼り付けれたら貼り付けておくんですが、過去の動画チェックしてみてください。はい、それでは、本日はクリアやっていきたいと思います。クリアのためを作る、ためにはですね、2種類あります。何だと思いますか？クリアのためを作るための2種類。どんなクリア、どんな風に打ったら相手に対してクリアが効くかどうかっていうのをちょっと考えてみてください。あ、俺が考えちゃダメ。はい、いいですか？答えを出していきましょうね。まず一つ目の、クリアの効かせ方は、下から上。下から上にジャンプしてクリアを効かせていきます、ね。通常のクリアはそのままスタートで立ってるまま打っていく、ね、クリアが多いんですが、これを下から上にジャンプして、相手にね、グッと溜めているところをジャンプしてポンとクリアで抜いていくっていうのをやっていきたいと思います。今のグーッと溜めてジャンプする、真上にジャンプすることで相手の打点が高くなるので相手の重心は低くなります。低くなったところで高い、より高いところからクリアを押し込むことで相手は低い状態から後ろに下がらなきゃいけなくなります。で、なので下から上のフェイントっていうのもかなり有効打になってきます。そしてもう一つ目のクリアの、効かせ方は、後ろから前に行きながらクリアを効かせていきます。普段クリアを打たれている時には、下がりながら打っている方がほとんどなんですね。で、それでも後ろに体重が乗せていけてたら全然いいんです。OK なんです。ですが、今回のそのためを使って相手を崩すようなハイクリアっていうのは、もっと後ろからスマッシュをバゴンって打っていくような形から後ろから前でクリアを打っていきます、ね、そういう効かせ方をしていきます。効果としては先ほどと同じように相手をしっかり構えさせておいてからクリアを効かせるんですね。この反応を遅らせれるような球を意識していきます。なのでクリアを打つ入りでクリアを打っていくのではなくて、
ドロップやスマッシュを打つような入りをしておいてからクリアを打っていきます。先ほどのジャンプして打つ場合も同じです。スマッシュやドロップを打つように見せておいてクリアを打っていきます、ね、こういうちょっとこうその球を打つんだけど違う球を意識しておく、意識させておくっていうのも、相手にね、強く意識をこう持っていかせるこうディセプションのコツではあるので、しっかりね意識してやってみてください。それでは後ろから前の動きやっていきたいと思います。後ろから前に行きます。後ろから前に行きます、ね、後ろから前に行きながら持っていきます。後ろから前に行きながら持っていきます、ね、ここの感じがうまく出せるとクリアがもっと有効打になっていきます、ね、クリアのイメージって多分初級者から中級者になるまでは、守る球、レシーブの球だったり逃げ球だと思うんですね。中級者になると、ラリーをするための球が、クリア、ハイクリアだったりドリブンクリアだったりってなってくると思います。中級者から上級者になってくると相手を崩す球が、ハイクリア、ドリブンクリアになってくると思います。でもドリブンクリアって、結構リスクが高いのでハイクリアをいかに効かせられるかっていうところを、自信を持って練習取り組んでいってもらえると、もっとプレーが上がってくると思います、ね、シングルスもそうなんですが、ダブルスでも同じですね。ただ単に普通に逃げてしまうよりかは少し前に引きつけてためを作っておいてクリアでポンと逃げれるような、ね、後ろで振られた場合ドロップを打って後ろで振られた時に普通に下がっていって、後ろでドロップを打ちます。揺さぶられたときに普通に下がっていって、普通にクリアを上げていると、相手はトップアンドバック、もう作っている状態になってしまいますね。そこに振られてるんだけど、前に落とすイメージを持っといて上げていく。そうすると相手はサイドバイのまま動けなくなってくる。これで前に落とす目力をしっかり上げていく。これができると相手は上げて前に行こうかなって思ってるんだけど前になかなか出ていけないので、ね、この辺りしっかり意識してドロップを落とすような雰囲気からクリアします。ドロップを落とす雰囲気からその時に下から上のジャンプして打っていく。後ろから前に行きながらクリアします。この2種類ぐらいをね、しっかり練習してもらえたら、皆さんのプレー向上につながっていくんじゃないのかなと思います。それでは皆さん、まだ高評価をしない方は高評価と、チャンネル登録をまだの方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。